なぜならば私たち神を捨てたアダムとイブ先祖の罪を引き継いで私たちは死ぬべき存在として新型コロナにかからなくても人は皆死ぬのです。でも死から救われ罪が許されなければ天国に行くことができない。皆さん私たちを救ってくださるのはたった一人、神の一人のイエス・キリストです。お問い合わせの皆様にお伝えしたいです。イエス・キリストを信じるならばその心の奥底から聖霊が生ける命が流れる。先ほどまで私たちは市川という駅でストリートライブの街頭演説しておりました。市川の駅はかつて関東一広い大きな江戸川、それが一の川と一番大きいので一の川、そしてその川が流れるところで町が繁栄し今日のこのすぐ近くじゃないですか。皆さん川が流れるところに命が湧くようにイエス・キリストを信じるならばあなたの人生救われ豊かになり天国へ行きます。そちらのお母さんもいかがですか。イエス様があなたを愛してます。お母さん去っていく前によかったら聖書をもらってくださいね。ここに命の水が溢れ流れる。罪も汚れもない清められる。上から雲のすべて満たされている。命が花を咲かす。全てが生きる。その水は癒し。全てが生きる。その水は命。全てが生きる。その水は癒し。私は。イエス様に愛されています。溢れ流れ川となる。溢れ流れ川となる。主の愛が今あなたを美味しそうですね。でもイエス様の愛は本当いいよ。
Oh, yeah.
スとは私たちに互いに愛し合いなさいと。今ロシアがウクライナに侵攻したあの戦争を長期化しております。神は心痛めておられます。ある人は言います。なぜ神がいるのに戦争が起きるのか。人の自己中心、人の罪が戦争を起こしてるんだって。神は戦争を起こしてるではない。今日私たちから始めませんか。イエス・キリストがあなたを愛してます。その愛で愛し合う。世界の平和はキリストを信じることから始まります。イエスが愛したように私たちを愛し合う。その愛の中で選ばれた多くの you
聖書の中で有名な主の祈りという祈りがあります。それは主が祈ったというよりも主が弟子たちに教えられた祈りなんですね。私たちはこのように祈りなさい、いや祈ってもいいんだよ、皆さん勝手に本当は神様に祈ることなんかできないはずなのに、神は祈っていいよ、そしてあなたの祈りに応えるよ、そう言ってくださるんですね。お父さんどうぞ、神があなたのために救いを与え、God.
私のすべてを
人を信じたら罪が許されます。私のすべてを捧げます。元山田の皆様、こんばんは。お元気ですか？1ヶ月一度この北口の広場をお借りして、皆様の人生を変える、皆様の人生が幸せに生きられる、その秘訣をテクニックではない、あなたを愛してあなたを救ってくださる神の一人のイエス・キリストと出会うならば、学校の勉強だって、お仕事だって、人生だって全て変わる。元山田の皆さんにお伝えします。イエス・キリストあなたの救い主です。信じるなら救われます。愛してます。
心に刻むこのキリストの
お嬢さんも皆さん、お父さんもイエス様があなたを愛しておられます。イエスキリストと出会ったら救われます。 Jesus to Japan、 この国に落ちる主イエスキリスト。 Jesus to Japan、 世界を救いにキリストの愛をお伝えいたしました。皆さん、私たちが伝えているこの福音とは、イエスキリストが私たちの罪のために十字架にかかり死なれたこと、死んだ後墓に葬られたイエスキリストは、しかし3日目によみがえって今も生きています。そしてあなたに語ります。私はよみがえりであり命だ。私を信じる者は死んでも生きる。あなたはこれを信じるか。イエスキリストはあなたを愛しています。本日約1時間のこの活動を最後にあたって、君は愛されるため生まれたという歌をお届けいたします。君は愛されるため生まれた、君の正体は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた、君の正体は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの出会いの中で祈りする。君の存在が私にはどれほど喜びでしょう。お問い合わせの皆さん、イエスキリストあなた愛してます。君は愛されるため生まれた、今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた、今もその愛受けている。
お問い合わせの皆さん、最後にお答えいたします。イエス・キリストはあなたの救い主です。このお方を信じたら救われます。2022年前、神の一人子イエス・キリストは人間の赤ちゃんとして生まれた。クリスマスの出来事です。この出来事をあなたに救いをもたらす。今日どうぞお問い合わせの皆さん、イエス・キリストに関心を持っていただき、考え始めてみてください。聖書をお借りしております。そして皆様がイエス様と出会って一緒に天国へ行けることを心から楽しみにしております。心からお勧めいたします。イエス様、あなたを愛しています。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。